富士宮さんをハンバーガーにしたってこと？具にした具にした富士宮人肉で。きちゃー、オートだ。うんちの王。オセドニキ。あら、おおまえか。藤宮さん、またサボタージュ間に合って。あれ？でも藤宮さん見ましたよ僕。藤宮さんではないです。はい。え、センターさん見ましたよね。え？あれ？トニキさんじゃないそれ？うん。僕とトニキさんですよ。宿舎前でミーティング行った。ああ、じゃあごめんなさい。色でちょっとややこしくて。はい。先に言うとプテキッチン一人です。じゃあ釣りましょうか。いや、本当にやめといて。メイン脇一緒に湧いた人って誰でしたっけ？メイン僕っす。アーカイブ、レプチン一人でした。いや、違う、サントスがいる。レプチンさん先、サントスで、レプチンさんが右に行ったっけ、確か。そうです、僕、はい、ラウンジ。メインホール、すごいなんか遅れて湧いた人を僕見てるんですけど、僕メイン最速で湧いたんですけど。僕、多分遅く湧いてると思います。あ、トゥンさんか。あ、はい、はい、うん。じゃあ、トゥンさん無理です。トゥンさんシャワー室で見てる。うん、オラフ君絶対僕目線オラフ君無理です。オラフ君はあのリアクター右の方直してるのを確認したので。トニキさん無理です。ボタンを押しまでに藤宮さん行ってないです。実践でもトゥンさんは無理です。藤宮の目撃証言って何でしたっけ？メイン脇ではないです。で宿舎でもないんですよね。宿舎でもない。でサントさんと僕がアーカイブなんですよね。うん、うん、そうそうそう。でキッテがプターカスさんがプテハスさんがキッチンで僕キッチンで沸いた後にすぐに展望デッキの一番端っこのピョってなってるところで隠れとけば殺されないと思ってそこに来てたから。めちゃめちゃ黒いじゃん。ってことは貨物室で沸いてる可能性があるってことですね。いや貨物では俺だけですよ。あ、そっちもいる可能性あるのか。いや、うん、そう、エロちゃんが最後ラウンジの方から来るの見えたのでそれ言うかなと思った。そうそうそう。じゃあどっちか分けて、うん、かアーカイブ、うん、キッチンはアーカイブならアーカイブだったら誰か、アーカイブだったら右に行ってるレプチン。そう、うん、絶対すれ違ってる俺からレプチンと。 ありえないと思う。こっちでは湧いてないね。そう、あのアーカイブの下にトゥンサンサントスが一旦行って左にオラフ君行って私さらに左行って右にレプチンさんとエロちゃんさんがいるからアーカイブはないです。アーカイブ否定できない。エロさんとこれは疑われるんだろうな。いや、それはない、それはない。ちょっと待って、待って、待って、待って。あ、俺疑い、まあそうだよね。それはやめましょう。そっか、でもそれか二郎でついつまわせないと。喜びもきっと二人なら見つけられる。いいキルですね。素晴らしい。僕もキルしたかったな。けどまあ、隠しろができちゃうよね。倒されそう。はい。はい。私はセンターさんの意見に賛成なので、僕も賛成ですね。で、個人的にはプテラさんかなと思っていて。それで何度痛い目を見たんですか？そんな見てない気がする。いや、本当にそんな見てない。僕はやってないから、じゃあ僕の対抗って誰なんでしたっけ？エロちゃん、エロちゃんが、うん、なんだっけ？僕が右の貨物脇。うん、じゃあまあそれ、レプチンさんミュートになってます。レプチンさんミュート。あ、ごめんなさい。はい、じゃあまあちょっと一旦ロラするかしないか置いといてほしくて、うん、寿命が短いんだったら話したいんだけど、じゃあエロちゃんと僕じゃなかった場合って誰ができますか？え、てか 3人以上空いてたとこってあるんですか？宿舎前がオラフ君と僕と。ソニックさんが。で、メイン脇も2人ですけど、サントスさんがシャワーでトゥンさんたちを見てるんです。うん、見てる。サントスさんもメイン脇でしたっけ？私はアーカイブ。アーカイブで初めて直前にしていた。アルマ君は？僕メインです、メイン。トゥンさんの前に湧いてメインの中でタスクずっとやってます。あ、でもその辺で藤宮さんが見られてないかな。うん、絶対に藤宮さん湧いてたら見られてるんです、その辺で。いや、キッチンが貨物しかないかなと思って。やっぱハンバーガー作ってたんじゃないですか、藤宮さん。ハンバーガー、ハンバーガー。いいな、ハンバーガー店員だからな。キッチンで。バイトリーダー。え、何？藤宮さんをハンバーガーにしたってこと？具にした？具にした？藤宮人肉で。
あれカロラーするカロラー考察でトゥンさんとアルマさんの二郎とかってどうなんですかね、とあるんですかね。トゥンさんと僕の二郎だったら二郎を追うべきだと僕は思ってて、お互いその通報のタイミングでずっと一緒にいたよみたいな人っていないんですか。サントス、オラフ、レプチンは大体最終一緒、そうですね、あの右のリアクターで集合しているので、はい、僕エロちゃんが村だったらこのロラの流れはまずいと思ってるから、うん、僕はね自分の城しか分かんないからあんまりしてほしくないなと思ってるんだけど、まあでもどっちかつるで終わらせてほしいですよ。うん、そしたらもう一旦待ってほしいな。 そんなに二郎を渡がんだったらプテさんエロちゃんさんつった後に僕がトゥンさん一郎落としで絶対にあの一郎落ちますよ。ああまあ、なるほど。それでも全然僕はいいです。なんか広すぎる気がするから分かん俺は待ちたいけどね、切る。ああそうか、スキップ2票ってちなみに俺です。まあ、はい、僕を釣るんだったら、うん、まあ完成してほしいかな。エロちゃんもいい。俺鳴らすわじゃあ。ピタさんいけないな。エロちゃんはなんでプテハシさんに入れなかったのですかね。プテハシさんがエロちゃんを疑わないのはまあなんとなくわかるんですけど、その位置的にね。うん、いやあの精査できてなくね、みんなの位置なんかお互い最終盤面まで絶対できないよねみたいな人って存在してた。あの レプチンと、うん、サントスさんとトゥンさんだっけ、ごめんなさい、ごめんなさい、最終まで、一緒にいるっていうか、僕とかトゥンさんとかは初手にメインで湧いていて、アーカイブでもサントスさんがいるから藤宮さんがメインで湧かない限り、うん、見られてないとおかしいっていう意見で、そもそもその辺できるは起こってないっていう、でもなんか部屋に入ってタスクをやってたわけでしょ、みんな。アルマは、メインの中でタスクをやっていて終わりました。あるとするとメインですごい遅く藤宮さんが湧いて、うん、左に行ったパターンでアルマさんがギリあるけど、ギリあるけど、なんかさっきこのパターンで、いや、ごめんなさい、それを言うんだったらトゥンさんがめちゃめちゃ遅く湧いてるのでそれも否定されます。あ、なるほど、トゥンさんが後なんだ、はい、OK、だからトゥンさんが湧くのが遅いからこそメインに湧いてないっていうのが否定できます、僕とトゥンさんの。で、あとその辺に湧いてるんだったら絶対リアクターは行ってるでしょ。で、うん、僕左側直したんで、でゾニキさんが上でボタン押して、はい、で、そうで、まあ、僕宿舎前まで行ってるんで、そこ来てないんで、トゥンさんが遅く湧いてくれたことによって、はい、逆にメインホール周りの人物は全員白で置いています、僕は。なるほど、この時なんか俺さっきこのやつでメインで湧いて部屋の中で助けてて疑われて釣られてるパターンがあったから、で全然村が2枚釣れちゃったみたいなパターンがあったんで、別に俺釣るのは全然構わないんですけど、中の精査しといた方がいいと思いますよ、うん。俺なんかあんまりプテアさんの発言的に人狼っぽくないなって思っちゃってる。まあ発言だけでは確かに、うん、まあでもだから別に俺ら釣ってもいいですけど、展望の下にそう、あの、いや、あのクルーで死にたくなかったらリアクターに集合がリーズナブルだと思うんですよね。まあ、そうですね、まあ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 、ね、いやでもボタン押されるから開幕目立たないとこで隠れとこうっていう心理は僕わかりますけど、まあ俺はスキップやりますけどお任せします。あとはまああんまりなんかエロちゃん合ってないと思うけど、これで僕、うん、プテハシさんで落ちてる。いや俺逆に二郎あるじゃん。二郎あると二郎もね、そう、そこの二郎も。これで終われ終わらないですけどね。いいですね。これゆっくり生きるした方がいいよね。変に焦って切りするよりは。2キルとかでもう最終場面持っていってもいいけどな。サントスさん、トゥンさん、
素晴らしい。ナイスファイト。ナイスファイト。もらったわ。先端さんか。食べしてよ、ほら。いやー、ちょっとできるナイスだな。いや、うまいわ。で湧いて、電気室に降りてます。え、だから、え、誰でした今。アルセン？アルセン。アルセン。アルセン。いやー、いや強いわ。いやー、おっちゃん好きだからな。アルトンじゃないんだ。アルセン。いや、だから僕は遅く湧きすぎたから多分1点。最初手に湧いたのが僕と藤宮さんですね。そうですね。あ、もうそこ湧いてたんだ。あ、そうで、藤宮さんが最速でエレクトリカルに行ったんで追いかけて殺しました。あ、じゃあその説合ってたんだ、最速湧きパターン。あー、逆、最速、お、すいません、最速パターンか、最地パターンだと思ったけど、最速パターンか。最速よりは最速の方が、ね。いやー、そうなんだ。いや、なんかもうちょっと。いやー、なるほど。ハンバーガー作ってなかったんか。まあでも、テンパーが、テンパーがロラしようって提案したの結構で、なんかね、強い力を持ってたから。それならやっぱアルマさんまで突っとくのが安全ではあります。そうだね、そうだね。でもボタンなかった、そう、押し、アルマさんまでの少なくとも議論はしたいなと思ったけど、ボタンねえなと思って押せなくて、にゃーってなっちゃう。申し訳ない。なるほどね。全員インポスター引いたな、今日。アルマさん3キル、ナイスですね。全員だね。あ、そうです。あれも、最後って僕2キルしかしない。あ、まあ僕1キルで、アルマさんトータル3キルなんで。素晴らしい。いやー、楽しかったな。うん。なんか、2人ともいい位置でコースなんで、3キロガチいけるかなと思ったんで。ああ、なんか、ゆっくり行くのか、どうしようか悩んで。もう、60秒で2キロしましたね、60秒で。ナイス。いや、でも、ローラーは強かったな、あと、ローラーはもう弾けなかったから、僕。うん、俺らは無理なんだよな、もう。他の人。に押されたらもうだよね。じゃあ二郎すいません、すいません。線は残してたんで。ていうか、なんか二郎っぽかったですよ、ちょっと。なんか、プレイヤーさんとエオちゃんの。なんか僕も多分クルーだったらワンチャン二郎かもって思っちゃってたかもしれない。だから三ローラしなきゃいけなかったっすね。そう。二ローラじゃなくて三ローラしなきゃいけなかったっすね。それがボタンを押す。ちょっとしたでも、そこでもアルマトゥーンってなってたから。そうですね。あ、そうですね。僕も逆にクルーとライン。多分そうなりそうだったら僕が今度、容疑者に今度わざと入る準備はできてたんで、宿舎前まで行ってるから。ゾニキさん目線僕白を証明できますよねって言って、いやそれはできないですって言わせて、ロラーってなると4人かみたいな流れにも持っていく準備してたんで、いやーナイスです。あ、逆にグレーの枚数増やすってことですね。そうそうそう、自分も容疑者1人入って、そうなんか多分ロラーは一旦ストップしてたと思いますね。後々申し訳ないな。いやー、お見事です。いや、2人がうまかったな。ねえ、うまかったな。ロラやめましょう、もうじゃあ、ロラ王のおかげです。王、天才やな、王は。